はい、じゃあここはどこでしょうか。また来ましたね。ここは、ね、言えますか。この腕病根よ根半あ半語腕腕病完璧な半言翻訳ね。四言四言栄光の方位で書いてあるね。でそれでこれは何ですか。飛行機ですね。飛行機、飛行機はピエンギです。ピエンギ、ピエンギですね。ピエンギ。じゃあこれで昔ねうちの韓国を守ってきた飛行機です。でここに向こうに見ると、あのここはねその博物館みたいな、戦争博物館みたいなけど、そこにあのね昔使った武器とかね、ここなんか北朝鮮っぽく見えるかもしれないけど、見えますか、見えますか。この向こう側に戦車とかミサイルとかね、ロケットとか全部ここに展示されています。ここいると昔韓国は東方に戦争したか、その韓国は東方になんか韓国戦争勝ったかをちょっと見えるようになってますね。最近ここもなんか日本人とあの中国に観光客が増えたので、それでなんかここ日本語の説明とか書いてるんで、多分もう仁川に来るんだったらそれを言っても多分いいと思いますね。こんな感じでやってます。じゃこれからその中身をちょっと見せたいと思います。じゃあこんなに日本だと見えないですよ、こういうなんか戦車とかで、これは韓国だと普通に見えるようになってます。じゃあまた、じゃあ後からまた来ます。バイバイ。